の美味しい朝ごはん。この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。画面の前の皆様こんにちは、オクーパーベルカラでございます。いや、このプレイグなんかたまにオクーパー大阪とかさ、なんかどこ住みとかさ、なんかこう空耳がちょこちょこ聞こえてくるんですよね。気のせいですかね。いやー、ちょっとね、プレイグ、プラチナスキン手に入れたんでね、まあ、続々使っていきたいかなと思うんですけど、まあ、プラチナスキンを手に入れるとですね、まあ、新メメントが解放されるということでですね、まあ、これ全部のキラー、まあ、そうみたいですよ。あ、全部のキラーじゃないのかな。まあ、コラボキラーとかは多分ないのかもしれませんね。おそらくそこはね、権利的な問題とかがきっとあるんだと思いますけども、まあ、こちら、ちょっとね、プレイグはオリジナルキャラなんで、どんどんこのメメントしていきたいんですけども、あのオファリングのメメント手に入れるのもね、実はブラッドウェブこうガンガン購入していかないとなかなか出てこないので、もう本当むさぼられとか持っていかないとあれかなとは思いましたね。サーバーケーションピット、はいよっと、壊していきましょう。いや、このプレイグのフレイルみたいなのめっちゃかっこいいんだよな。まずはかけていきます。 DVD ね、今 PC 版の方とかはかなりデッドバイデイライト2とか言われるぐらい、環境が変わってきてて、プレイグがね結構猛威を振るってます、めちゃめちゃ強いっていうね。でモバイルの方もね、対象を知らないと結構ねサバイバーにとっては難しいキラーだと思うんですよ。まあ、操作してる人はですね、まず発電機にゲロを書きましょう。はい、ちょっとパーク2個しかないけどね。おう、そういう感じで逃げる。ほほ。なるほど。ちょっと待って、今、ちゃんと押せなかった、コーヒーボタン。でもこれね、まずは、で両方ゲロをかけて、まあ一回殴るか、これどうしようかな。もう一回ちょびっとかけてみよう。もうちょっと、ほら来た来た。これでね無防備状態になるんで、ワンパンでダウンさせることができる。これめっちゃ便利なんで、ぜひとも、やってみてください。でプレイグの固有パーク堕落の介入っていうのがね、ああちょっと待って、間違った、こっちボタンだ。堕落の介入っていうのがあって、こちらね、最初に発電機をブロックする、一定時間ブロックするっていうパークなんで、これはねどのキラーにもめちゃめちゃ必要なものになるんで、最初手に入れといた方がいいです。おじいちゃん、あ、しまった、ゲロ吹きかければよかった。いやこれ闇の信仰心っていうパークがあってですね、これもプレイグ固有なんですけども、オブセッションを殴ると、ああしまった、オブセッションを殴るとですね、オブセッションに、おお倒さない、我慢する、やろうね、オブセッションにね心音が移るんですよね。でその心音が移って、私自身は心音が鳴らないっていうようなものになるんで、結構ここら辺駆使すると、あのサバイバーはですね、あれ心音立ってないのなんか来たみたいな、びっくりドキになることもあるんですね。気づいてるよ、メメントしちゃうよおじいちゃん。おっと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 、これ倒されん、何ちょっと待って待って、いや、お微妙に距離感が、ナイス救助、おじいちゃんがおじいちゃんを救う、老人ホームか、ここは、これを手に入れるぜ。さあ小田区をチゲロを食らわせてやろうか。あ、もうどっか行っちゃってる、もうどっか行っちゃってる。はい、どこだ、
おじいちゃん？おじいちゃん？ああ。地面と同じ色になってるからこれ気づかないぞ全く一緒の色じゃないが、よいしょ。さてと、どこ住め宮城の酒とピアス大阪、どこに住んでるどこ住め。気づいてる。おい、ちょっと待って、今の当たんなかった。いや、ちょっと待って、あれあれ、ちょっと待って。倒しても、そこダウンしちゃう、これが、オダクの力だ。お、ちょっとめめんとして。あ、まだめめんとじゃないのか。やってる？あ、やってなかったか。どこ住め。よーし、釣っちゃうぞ。早くメメントしたいな。またあれ見たいな。新メメント。あいよ。一応、殴っておきましょう。お、回復しますね。まあ、泉で回復する、しないっていうのはですね、これサバイバー、結構選択難しいとこあるんですよね。よく聞かれるんですけども、回復した方がいいんですか、回復しない方がいいんですかって、ここら辺はですねケースバイケースになりますね。うん、味方が回復せずに発電機、ま、ガンガン回してるときは同じようにガンガン回した方がいいんですけどもネアちゃんがもうあんま恐怖のあまり動けていない。だったらこの子に決め、お、合わせて、まあ回復しないでもいいんですけども、その代わり一撃ダウン状態に常にあるので、デッドハードとかもしくはいた窓枠とかをかなりちゃんと把握してね、チェイスできる状況に、持っていける、うん、っていうようなね準備が必要です。かけとこう。ここら辺はですね、例えばこう感染しきった後に発電機を触るとその発電機も感染しちゃうわけね。でその状態のままね、また近くの泉で洗ってまたその発電機を触ってたら、また自分で自分に病気を移してるみたいな、感染させてるみたいなことになるんで、なるべくねその自分の感染状況を見て、発電機も感染してんのか、オブジェクトも、これ遠くまで届くよ。そういうことって岩越えのチゲロだ、簡単に岩も越えてしまうんだぞ。どこ住み、ここ住み。意外と進めてたな、肉フック。しかし残り4台、これがしんどいところよね。泉で回復しちゃうと今度はその泉で力を吸ったプレイグがチゲロを吐いてくるっていうね、ループに陥るんで、ここら辺がねちょっと難しいところでありますね。じいちゃんにボン当たってしまう。さらに殴る。来るか、来てるでしょ、来てないか。よし、ゲロかけとこうか。なんか足音が、こら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 、びしゃびしゃにするぞ。あ、あれ当たんなかった。びしゃびしゃにするぞ。うん、そこの回復はもう逃げた方がいいんじゃないの、そこ回復するより。リカバー、おじいちゃん間に合わないよ。あ、メメントまだか。よし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 、あれ、今回メメント持ってきたかな、私。あれ、持ってきたかな、持ってきたよね。ちょっと不安になってきた。おお、あ、マジか、早っ。おお、ごめちゃめちゃ詰まってたじゃないのピチャピチャしとこうか。あいよっと。では、おお、そこそこ救出、いい連携してるね。救出がめちゃくちゃいいね、はかどってんね。
かしいい救出なんだけども、私の釣りペースも速いのでここがね難しいところでね。ただおじいちゃん2人いるんでね、まあボロタン2人とも持ってきてるんじゃないかっていう気がしなくもない。チェイスソングが始まったわ。うまいこと消えたな。どこ行ったんだ。ではパワーアップさせていただこう。自分無尽に動きますよ。このマップなんですけども、今 PC 版だとですね、ガラッと印象変わってます。真ん中らへん、この辺のジャングルジムがね、違うね、構造になってます。どこに熱海に行こう、朝コメよしよしよし。いやそこいじらんほうがいいよ。おじいちゃん出てきなさいおじいちゃん危ないよ、このパワーアップしたプレイグに。そういう戦い方は上にしようか。タフだね、みんなサバイバー。あいよ、あれ死んじゃった。あれメンメント持ってきてないか、私もしや。これしまったな。そうかそうか、まあ、まあまあまあ次だな、次にやろう。もうこれはついでなんで動画にしよう。そうか、あれメンメントセットしてくるの忘れたか。あれスキン装備してきたっけな。スキンすら装備してきてない可能性ある。これせっかくガチャで出したのに。おお、そこつけ切ったか。やるね。そっち逃げてくる。こら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 。おお、いいね。そういう小回りいいよ。よし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 。ほら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 。結構当たったぞ、あれ。お、なんだかんだ発電、結構進んでるな。残り2台。油断ならねえ。お帰り。どこ行った？ああ、いたいた。おかえり。じゃあここに捨てやろう。それ。じゃの？オッケー。さあ次行こう。どんどんパワーアップするよ。回復すればするほどサバイバーが。私がパワーアップしてしまうんだな。あっちも出ちまったぜ。どこにいるんだい？大阪か。どこ住み？ただのストーカーです。ただのストーカーでしょ、これは。なんか古代メソポタミア文明だっけ？なんかのところらへんにいたキャラなんだよね。だから一番年はいってるんですよ、おそらく。プレイグって。うん。紀元前何年とかだったかな、バックグラウンドとしては。全然いない。宮城マン。結局なんかいないね。あれこれめちゃめちゃ隠密うまい系、もしかすると隠れぬがうまい人たちだな。いや、ストレンジャーシングスコラボ、モバイルにも来てほしいっていう意見あったけど、多分来ないんじゃないかな、権利的な問題で。私、ストレンジャーシングス大好きだから、モバイルでもね、スティーブ、ナンシー、デモゴルゴンプレイしたいんだけど、まあ来ないんじゃないかな。いや、本当にね、ストレンジャーシングス今シーズン4まで来てるんですけど、めちゃめちゃ面白いんでね、見てみてください。お、いたいた。どこに隠れてると思ったら、気づかないふりしてこれをついて、いやいやそれはもう立ち上がりなさい。もう腰がもう、一応ちょっと非常口だけ探していいかな。一回一周ぐるっとして、なかったらもう釣っちゃいましょう。長くなるから。これはPC 版とかと違って、 PS4 版と違って、
モバイルっていうのはですね、一昔前のバージョンなんで、残り、サバイバー2人になってる時、こういう時はもう8出てます。うん、入ってる虫や。おい、やっぱそうだな。ちょっと動いてたからね、発電機がね。そうだと思いましたよ。私の長年の殺人鬼の勘なんだよね、これ。やっぱり DVD は経験値がものを言うんだね、これね。こりゃいるなってね、感じましたね。よいしょ、こっち来なさい。いや、面白かったな。ここいずってやろう。さ、成仏してくれ、何万だ。じゃあな。うえ。いや、最も汚いキャラだよな、これ、キラーの中で。いや、このね、プレイク実装されたときは、マジ衝撃的でしたよね。あ、あった、こんなところに。はい、そんなわけで無慈悲な殺人鬼となりました。よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。ダウンロードもね、皆さん試しにやってみて、プレイしてみていかがでしょうか。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベリクラでございました。お疲れ様です。